はいみなさんこんにちは今回の授業はね定積分と言われる計算法則計算式について話をしていきますからねよく聞いておいてくださいね定積分の約束と書いてあるんです定積分とはねこういうふうな記号で表される式のことなんですこの読み方は この s の長いやつはインテグラルでしたよね。インテグラル a b f x d x と呼んでいきます。インテグラル a b f x d x ね。そしてこの b は、この b は、インテグラルの上についてますよね。上についている。上についている数は上端と呼ぶんです。ね、b は上についているから上の端、上端。そしてこの a は、インテグラルの下の端についているね。a を下端と呼びます。 ここについている数が上端上についている数が上端ねそして下にか下についている数を下端と呼びます上端下端という呼び方をしますから覚えておいてくださいこのインテグラル ABFXDX で表される計算式が定積分なんです当然ここに計算式と書いてあります計算の約束があるんですだからここに定積分の約束と書いてあるんですこの式が書かれているときは どんな計算の約束がある式なのかそれを確認していきますまず丸一、インテグラル FxDx は計算できるんですよね Fx が具体的に与えられると前回の授業なんかではこれ計算しましたインテグラル FxDx を計算した結果が出てきくるはずです計算した結果の式が出てきましたよねその式を仮に今ラージ Fx としました これを計算式をね、頑張って計算式をね、出てきた式をラージ Fx としているわけです。そしてこのインテグラル abFxdx というのはどういうふうな計算式なのか、計算式なのか、それが丸二番なんです。いいですか？インテグラル abFxdx イコール大きなカギ括弧をつけます。大きなカギ括弧の中に先ほどの計算結果ラージ Fx を書き書き込みます。 上端の B はカギ括弧の右上につけます。下端の A はカギ括弧の右下に書いておきます。この式はイコールカギ括弧 f(x, a, b) と書くことにしてるんです。そしてね、このカギ括弧 a, b, f(x) ね、カ括弧 f(x, a, b) と言ってもいいね。このカギ括弧の式に計算の約束があるんです。それがこれです。 カギ括弧 fxab とはどういうい計算するか難しい計算じゃないんです非常に優しいんです心配しないでくださいはいここの x に上端の b を代入するんですここの x に上端の b をポンと代入するわけそれが f 括弧 b ですその次にね下にある下の端にある下端の a を x にポイッと代入するんです F. A. X. に A. を代入するわけで、ね、その時にここ。引き算で計算しましょうという約束なんです。X. の場所に上端の B. 代入。引くことの。下端の A. を代入する。F. B. 引く F. A. という計算をしましょうという。記号になるんです。ということは。この丸二番の出だしの式と。丸二番の二行目のこの計算。結果の式をつなぎ合わせると。インテグラル A. B. F. X. D. X. とは。 ラージ FB- 引くラージ FA という計算が行われるわけですもう一回繰り返しますポイントを押さえていきますねインテグラル FXDX を計算しようその計算結果ラージ FX がここに入りますカギカッコの中に A と B はそのまんま加端上端でカギカッコのところに入りますこのカギカッコの計算の約束があるんですそのカギカッコの計算の約束がこの二行目ね B. X. に B. 代入、引くことの X. に A. 代入で計算しましょうと。具体的な数値が現れるんです。これが定積分と言われる計算式の約束になってるんです。じゃあね、この丸一、丸二、丸三をちゃんとできるかどうか。例題を使って、ゆっくりと解説していきます。はい、では例題を見ていきます。 インテグラルゼロ二括弧マイナス三 x 乗プラス x プラス二括弧土地 dx を計算しようと書いてあります。どういうふうにやるのか、えー、さし、えー、最,最初のね先ほどのね、えー、計算の手順をねちゃんと確認しながら進めてみましょう。インテグラルゼロ二マイナス三 x 乗プラス x プラス2括弧閉じ d x ですまずねマイナス 3x 次乗プラス x プラス2を今までやってきた計算公式を使って計算していくわけです x 次乗は3分の 1x 次乗に変わりますね x の1乗は2分の 1x 次乗定数の2は 2x に変わりますそれが最初の計算ですその最初の計算を行うときにねこういう書き方をするんです こういうふうに書いちゃうと楽なんです。鍵カ,カッコの中に入るのがこのマイナス 3x 乗プラス x プラス2を積分した計算結果が鍵カ,カッコの中に入るわけ。だからイコール鍵カ,カッコと書いちゃうんです。そしてマイナス3という係数はそのまんまにしてかけることの x 乗の積分が1 3分の 1x3 乗ね。いいねマイナス3そのまんま x 乗の積分 え積分を行いましたプラスそのまんま、X、の積分が二分の1次乗ですねでプラス2、X はい、これが計算なんだけども前回のことと照らし合わせていくとねこういうことです。乗の積分は分の1 X 乗ここのところだけ。 計算する積分をしてあげる。そしてこの x のところが二分の一 x 次乗。ここを計算して定数項の二は二 x になりますよね。これが前回行っていた計算の手順だったんです。それが単にカギ括弧の中に入るだけなんです。そしてカギ括弧を閉じてあげて上端下端のゼロと。 上端の二ね、下端のゼロと上端の二をカギ括弧に入れます。この時にね、積分定数を今までプラス C という形でつけてきたんですけども、定積分では積分定数 C は不要になるんです。それをちゃんと入れておきます。 積分定数 C は定積分では不要なんです。はい強調してきましたよ。今までの え不定積分と言われるただのインテグラル f(x)dx ね単、た、えー、単なるインテグラル f(x)dx では積分定数 c はいつもつけなくてはいけません。しかしね、定積分では積分定数の c はここに書き込まなくていいんです。はい、カギ括弧ができましたね。カギ括弧の中にマイナス 3x 乗プラス x プラス2を積分した計算結果の式を代入してあげるわけね。じゃあこのカギ括弧の中もうちょっと 係数を処理しましょう。マイナス x 三乗ですね。そしてプラス二分の一 x 次乗プラス二 x です。ゼロ二ですね。はい、このカギタックの中を若干整理しただけです。その次に何をやるか。上端の二を代入するんです。ここにね、いいですか。 この括カ弧カの中の式にいいですか x イコール2を代入上端の2を代入するわけね。そして x=0 イコール0を代入して引くんです。 これがこの鍵学校の約束ね。でもね、下端のゼロは代入したってゼロだから引くゼロになるだけです。上端の二を代入。それが済んだらゼロを代入して引き算してあげる。じゃあ二を代入しますね。二を代入するとマイナス八。二を代入すると二の二乗四。二分の四がかかってただの二ですね。ここに二が代入された四。今二が代入し x x イコール、x、の箇所に2を代入した計算結果はこれです次0を代入したら 0, 0, 0になっちゃうから引くことの0ね一度 x イコール =0 代入して引くこれが定積分の計算ですからちゃんと書いておきましたでも0を代入したって0ですからノーカウントになりますあとはどうなるでしょうマイナス8プラス6でマイナス2です はい定積分の計算の方法分かりましたまずここの小括弧内の式を積分してあげる一箇所一箇所で今までの公式を適用するそれが終わったら上に書かれた数を代入引くことの下に書かれた数を代入してあげればいいわけですはい大体の計算の流れ理解できたでしょうでは次練習問題に行ってみましょう はい、では練習問題を見ていきましょうインテグラル 13x2+2+2+2tx ね少し計算が理解できてきましたかまずこの式をインテグラル13そして x の2乗 −2x はい今与えられた式をここにしっかりと書きました。 そしてこれを計算するときにはイコールをつけてカギ括弧にするんですね。カギ括弧にして x 次乗の箇所、x の一乗の箇所、定数のところを計算していけばいいわけです。 はい、これで今ね計算が終了したわけです。x 二乗が三分の一あ、ごめんなさい。ここのところうっかりして二乗って書きましたね。三分の一 x 三乗でしたね。x 二乗の積分は三分の一 x 三乗。x の一乗が二分の一 x 乗。定数項のには二 x です。上端下端をそのまま書きます。そしてこのカギ括弧内のここが計算できますから、ここ係数をうまくまとめてあげると。 3分の 1X3 乗マイナス X 辞書プラス 2X カ,カ,カギカッコの右端と右端と右下が3、1が入りますここまでしっかりと見えてますかちょっとね積分になるとこれ定積分になるとこういう小さい数が出てくるんでしっかりと見てくださいね3と1ですよあとは上端の3を X に代入 引くことの加担の1を代入する分数計算なんかが出てきますここの計算は丁寧にやりましょうはいこの3を代入します3の3乗をね273分の1がかかって9になりますねここに3が代入されると3の次乗9ですね次はここに3が代入されると3に2が6になりますよね そして引くことの、ここが引くですよ。今、上端の3がポイポイポイと代入されたわけ引くことの今度1代入ね。1代入は計算は楽ですよね。3分の1マイナス1プラス2です。前半の小括弧はただの6です。後半の小括 後半の小括弧第二括弧は二引く一で一。一足す三分の一で三分の四です。六引く三分の四を計算すると。三分の十四になりますね。これがこの定積分の値です。はい、皆さん。定積分の計算というものが、どういうふうな形で行われるかわかりました。計算の仕組み。 約束が分かってしまえば、難しいものではありません。ただし、最後の数を代入してまとめるとき。計算ミスがよく出ますから、そこだけしっかりと注意して、丁寧に計算してください。では、練習問題の解説はここまでとします。はい、今回の授業を、授業のね、まとめをしておきます。定積分という。 このようなインテグラル a b f x d x の記号が登場しました。これはある約束された計算をする記号になってたわけです。その計算の法則、計算の約束がね。丸一、丸二、丸三と書かれています。これだけ読んでもわかりませんよね。当然具体的な問題、つまり今日やった例題や練習問題と照らし合わせて。丸一、丸二、丸三の内容をしっかりと理解しておいてください。それではこれで今日の授業は終わりとします。 はい、皆さんお疲れ様でした。